アルス創刊号の表紙アルスは、かつて日本に存在した出版社である。アルスはラテン語で芸術の意で、北原白秋の弟、北原哲夫が創立者かつ代表者。雑誌、カメラや北原白秋の詩集などの単行本も刊行した。前身は1915年創立のオランダ書房で雑誌、アルスを刊行していた。1918年に社名をアルスとして創立。主として文学書や美術書を出版。戦前、戦後にわたって代表的なカメラ、写真専門誌であった月刊カメラを発行したことでも知られる。またアルスを退社した北原正夫は現光社を起こし、斎藤久々1号編集による写真サロンを創刊した。また、アルス最新写真大講座などの講座シリーズも刊行した。1924年12月、西洋音楽講座の刊行をはじめ、以後、大美術講座、婦人講座、文化大講座のほか、建築大講座、電気工学、機械工学、自動車、土木工学、鉄筋コンクリート工学など工学系の分野にまで及んだが、それらが出版事業の中心となることはなかった。他に、1927年から刊行された日本児童文庫シリーズが、菊池宏企画の教文社刊行、小学生全集と競合し、訴訟、中傷合戦となったことでも知られている。戦時中の出版統制により、アトリエ社と合併して、北原出版株式会社となった。戦後は社名をアルスに戻し、美術雑誌、アトリエを復刊。1951年には、アトリエ社を再び分離独立させた。斎藤正造、書物展望通巻152号書物展望社、1944年43P。ありがとうございます。